日メイクアップ体験に来ています。セラちゃん楽しみですね。はい、すごく楽しみです。プロの方にメイクを触る機会なんてほとんどないのでとっても楽しみです。はい、では早速行ってみましょう。行ってきます。こういったワークショップを開催されている目的って何ですか？はい、やっぱりお化粧品実際使ってみないと使い方っていうのは分からないと思うので、まあ、そういったものを使いこなして、まあ、メイクを楽しんでいただけるようにお手伝いをさせていただいています。毎回どれぐらいの頻度で開催されてるんですか？年に2回を、2日ずつを2回開催しています。はい、毎回参加者の方のこう年齢層とかで どうなってますか？年齢層幅広くて、まあ、10代後半の方から本当に割と年配の方まで、あと中に親子で参加されたりとかっていう方もいらっしゃいます。こう何か学生に向けて のイベントやワークショップって考えていらっしゃいますか？そうですね、やはり2月3月になるともう就職される方も多いと思うので、まあ、その方に向けても就活のメイク講座なんかもできればいいかなと思っています。はい、ぜひお願いします。本日はありがとうございました。本日のレッスンの中でこう印象に残っていることってございますか？そうですね、ベースメイクの部分は皆さん緊張されてたと思うんですけど、ポイントメイクから皆さん非常に盛り上がっていただいたので、メイクが皆さん好きだなって感じました。ぜひメイク楽しんでいただければと思います。メイクアップ体験してきました。いかがでしたか？はい、エレガンスの商品を使いながらプロの方にアドバイスいただけてとても勉強になりました。はい、とても楽しかったですね。またこういう機会があるといいです ね、 ね、 そ、 ねそれでは以上大城とイルカワでした。